ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ。カリン、人質に取られるようじゃ足でまといだ。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。てめえそんな言葉許さごときと思っているスタイルか。このろくでなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい、だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが、オロチマルとやら、お前はまあいい、他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。わかりました。では、こちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで。バカな、かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。脳書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。燃え尽きろ。
この程度の実力ではない。やどうやらまだ本当の実力を出してはいないようだ。さてここからどう巻き返すか見物ぞ。エントン佐野を下げつち。そのようだ。さて試してみるか。力を見せてやろう。そうなんだけど排気に触れている。マジか。木竜の術木竜の術すっきりしたぞ。どうする？
このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上より、しっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。マダラ、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。